もしもよろしければ私から説明しましょうか。まずこちらの戦闘準備画面で戦う人員を決定します。選択した人員は右上の枠内に並びます。選出可能な人員はこちらに並んでいます。最初はあなただけですが、今後は増えていくことでしょう。人員の能力はこちらのウィンドウで確認できます。番長ポイントはあなたの男気度合いです。戦闘を始めるときや勝利条件などを確認するときは画面右下のコマンドを選択してください。出撃順番設定では各枠に1人ずつ大人と子供を配置できます。人員はカーソルを表示している枠に振り分けられます。ステージ情報画面では総ステージ数やステージごとの勝利条件などの関連情報を確認できます。こちらが選択中のステージです。総数は拠点によって異なります。こちらが選択中のステージのマップです。大まかな地形などが確認できます。こちらが選択中のステージの勝利・敗北条件です。すべての準備が整いましたら戦闘開始コマンドを選択してください。さあ、いよいよ戦闘開始です。画面上の時期を操作して先に勝利条件を満たした方が勝ちとなります。時期である味方ユニットは青いゲージで囲まれています。マウス操作の場合はマウスの左ボタンを押している間マウスカーソル位置に向けて加速します。ゲームパッドの場合は方向キーを押すとその方向に向けて加速します。マウス、ゲームパッドのどちらの場合でもニュートラルの状態でいると減速します。マウスとゲームパッドの操作切り替えおよびボタン設定は環境設定画面で行います。なお操作設定にかかわらずアドベンチャー画面ではマウスもゲームパッドも動作します。キーボードショートカットも可能です。敵のユニットは赤色のゲージで囲まれています。なお
このゲージはバリアではありません。各ユニットの根性を表しています。ぶつかり合うたびにゲージのメモリが増え、最大になると必殺技が仕掛けられます。残念なことにあなたは必殺技を習得していません。ですが仲間との連携によって近いうちに使えるようになると思います。ステージの様子はこちらのミニマップで確認できます。こちらのキャラクターは味方ユニットの残り数残機を表しています。こちらの数字はステージの制限時間です。時間の経過に従って減少していきます。さあ時期を敵ユニットや配置物に向けて動かして、このようにステージの外へ弾き飛ばしてしまいましょう。なお戦闘中にキーボードのスペースキーを押すと一時停止になります。勝利条件を満たすとステージクリアです。あなたの戦いぶりに応じて番長ポイントが与えられます。画面右下の数値が獲得ポイントです。獲得したポイントは現在の所持ポイントに加算されます。番長ポイントはあなたの野望達成のためにも必要になります。より多くのポイントを稼ぎましょう。では頑張ってください。ありがとうございました。危ないところを助けていただいて。よろしければお名前を教えていただけませんか。マナミくん、生徒会の一員としてこの戸隠学園のために力を貸してはいただけませんか。残念ながら今の生徒会には外敵から身を守り、他の学校と戦う力が不足しています。先ほどの戦いを見て確信しました。私に必要なのはマナミ君だということが。急にこんなお話を持ちかけて
マナミ君を混乱させてしまってごめんなさい。でも、お返事をお聞かせ願えますか？晩ご飯いらないの？子供が減っているのは本当だよ。お兄ちゃん、学校統一化計画って知ってるよね？少子化で学生の数が減ったから、それに合わせて学校も減らそうってことなんだよ。スマンシップに乗っ取り、正々堂々勝負をして、最後に残ったところがその地域の学校になるんだって。あとね、敗者は勝者に従うってルールがあるんだよ。そうそう、お兄ちゃんにプレゼントがあるんだよ。いいからいいから、ちょっと待っててね。お待たせ。はい、お兄ちゃん。私、すっごく応援してるからね。戦いに参加するお兄ちゃんのために、妹からささやかな気持ちを込めて、頑張ってね、お、に、い、ちゃん。
兄ちゃんにそこまで喜んでもらえるなんて私も嬉しいよ。頑張ってね、お兄ちゃん。ありがとう、マナミくん。あなたの力、この戸隠学園のすべてのためにお借りいたします。マナミくんを争いに巻き込んでしまう、私のわがままを許していただけますか？ありがとう、マナミくん。そうですね、力を合わせて頑張りましょう。この学園の将来のために。それでは、これよりこの戸隠学園は専守防衛から他校制圧へと方針を変更します。に関する式およびそれらに関わる決定権はマナミ気流に移譲します。その方は昨日他校との徹底抗戦を唱えて生徒会長の座を渡せと私に。正式な姉妹校提携は結んでいないけれど、事実上は姉妹校のようなものね。あまり交流はないけれど、厳格な校風だと聞いているわ。学校が送迎バスを運行しているらしいわ。訪問するには便利そうね。
残念だけれど、闘争が本格化してからは他校の情報はあまり入っていないの。も構わんぞ。要はそなたの気持ち次第じゃな。氏神に挨拶とは感心なわらべだの。ずっとここにおったのじゃが、主は気がつかなんだかの。だの、わらわは女神様じゃ。それくらい女神にとっては朝飯前じゃ。主ほどわかりやすいものもそうおるまいが。では改めて自己紹介といこうかの。マナミキリュウよ。わらわは女神じゃぞ。まことの名はアンジェリーナ・イシターじゃが、女神様で構わぬぞえ。おたぐり深いの。わらわをよく見てみよ。どうじゃ、種も仕掛けもないぞえ。この社は子宝の神、平たく言えばわらわの社じゃ。うぶすな神のようなものだの。いかにも意外に物分かりが良いな。わらわが力を貸してやろうぞ。子宝を望まぬ者どものせいなのじゃ。子孫繁栄なくしてはわらわの力は弱まるばかり。こうして仮の姿を取ることで無用な力の放出を防いでおる。授けるなど造作もないこと。ん、そうじゃ、手助けついでじゃが、主が望むなら戦についての助言もしてやるが、どうじゃ。主
は持ってはおらぬが、他の者にはおのおのスキルと呼ばれる必殺技がある。当たり判定とかいうのかの。必殺技には近くの者にしか当たらぬものや、広い範囲に影響を及ぼすものもある。四隅に印がついておるのが攻撃対象となる者どもじゃ。ここでボタンを押して必殺技発動じゃ。あ、むさ苦しい絵面ですまんの。マウス操作の場合はマウスの右ボタン、ゲームパッドならば B ボタンのはずじゃ。マウスとゲームパッドの操作切り替えおよびボタン設定は環境設定で変えるがよい。このように必殺技を有効活用して勝利を目指すがよいぞ。必殺技にはオートスキルとか呼ばれておるものもある。この技は根性ゲージがたまると発動するようじゃ。つまり他の必殺技を使うと再び根性がたまるまで待たねばならぬ。ちなみにわらわのスキルは近くにおる敵どもがぶつかって弾き合う女神のいたずら。オートスキルはブレーキじゃ。スキルの詳細はステータス画面で確認できるのじゃ。仲間が増えるたびに確認してみるといいぞね。親だけでなく生みの子も必殺技を持っておる。技を持たない主は生みの子の力を借りるとよかろうぞ。わらわは主の子ではないが、他の子供らと同様に装備できるぞ。女神様は万能なのじゃ。では励むがよい。期待しておるぞ。醤油ライスだよ。今支度するからちょっと待っててね。なかなかに若い嫁だの。なんじゃ、早々にわらわの力を試せるチャンスが来たかと思うたが。聞きが悪いの。うん、まあ良いわ。わらわはいつでも主を見守っておるぞ。おお、そうじゃ、忘れておったが、わらわの姿は基本的に主にしか見えぬし、声も届かぬ。天の声とかいうやつじゃな。念のため心しておくがよい。お兄ちゃん、お待たせ。今日は奮発してケチャップライスもつけちゃいました。どうしたの、お兄ちゃん。私嬉しいよ。
うん。先手必勝なのかな。安全祈願じゃなかったんだ。もしかして間違えたのかな。でもお兄ちゃんすごく喜んでるし、まあいっか。頑張ってね、お兄ちゃん。狭い家じゃな。Thank you.
この萩月学園はこの地域の中では非常に厳格な学校よ。さらに言っちゃうと文武両道で、特に学生たちは武芸に秀でていて、特に剣術では誰にも負けないという百戦錬磨の達人がいるそうよ。あらまあ、本当に分かりやすいわね。でもどちらかというと道場破りっぽいよ、今のは。それはあまり気にする必要はなさそうよ。何の騒ぎだ。このような場所に集まっていては往来の邪魔になるではないか。貴様もこの萩月学園がどのようなところか知らぬわけではあるまい。どうしても引かぬと申すのならば、実力で排除するよりないのだ。その必要はない。ザ！それがしは氷雨さやか。氷雨古式一刀流継承者にしてこの萩月学園を守る者。我が刀の露となり、その身の愚かさを後悔せよ。刀を隠すか、面白い。いざ尋常に勝負。